皆さんこんにちは、宇月恵子です。恵子の読み読み教室を始めますよ。今回はもちもちの木、斉藤龍介さんの文です。で、柿平二郎さんとコンビでお話をたくさん作っています。柿平二郎さんの絵は印象的なので皆さんも見たことがあると思います。では読み読み教室では、私の読み声に合わせて皆さんは指でなぞって本文を読んでくださいね。そして途中で聞きたいことがあったとき、私が聞きますので、皆さんはそれに答えてくださいね。では始めます。1、全くまめたほど臆病なやつはいない。もう5つにもなったんだから、夜中に1人ずつ接近ぐらいに行けたっていい。あ、接近って今は使わない言葉ですよね。これはトイレのことです。ところが、マメタは、接近は表にあるし、表には大きなもちもちの木が突っ立っていて、空いっぱいの髪の毛をバサバサッと振るって、両手をわーっと上げるからって、夜中には爺様についていってもらわないと、一人で小便もできないのだ。もちもちの木を、ちょっと人間に例えて言ってるんですね。空いっぱいの髪の毛をバサバサッと振るってって、こういう感じかな、枝かな。で、爺様っていうのは、おじいさんのことですよ。爺様はぐっすり眠っている真夜中に、マメタが爺様ってどんなに小さい声で言っても、しょんべんかとすぐ目を覚ましてくれる。一緒に寝ている一枚しかない布団を濡らされちまうよりいいからな。それに、峠の漁師小屋に自分とたった二人で暮らしているマメタがかわいそうで可愛かったからだろう。峠っていうのはね、山道を登っていって、そこから下りになるところなんですよね。で、漁師っていうのは、獣を取って生活する人です。ですから、そこの漁師小屋に、爺様とマメタがたった二人で暮らしているんですよ。さあ、続き読みます。けれど、マメタの弟だって、熊と組み打ちして頭をぶっ裂かれて死んだほどの肝助だったし、爺様だって64の今、まだ青獅子を追っかけて肝を冷やすような岩から岩への飛び移りだって、見事にやってのける。弟っていうのはお父さんのことですね。キモスケっていうのは、肝っ玉のことは勇気のある男です。青獅子っていうのはカモシカです。それなのに、どうしてマメタだけがこんなに臆病なんだろうか。はい、ではここで質問を書きます。はい、1番目の質問は、マメタはどんな子供でしょうです。質問をしますけど、これには正解はありませんので、皆さんが思ったことをどんどん言ってくださいね。はい、ちょっと絵を描いて、どんなところに住んでるか絵を描いてみますね。峠ですか、こんな感じかな。ここに漁師小屋があって、接近がこのくらいかな。接近があって、もちもちの木がこんな感じかな。こんな感じかな。こんな感じですかね。これがマメタの地です。さあ、じゃあマメタはどんな子でしょうか。そうですね。5歳の子です。そうなんです。臆病なんです。臆病ってわかりますか。臆病。皆さんはどうでしょうか。臆病じゃなかったら、あ、そうそうそう、勇気があるっていうのは反対の言葉ですよね。だから臆病じゃないのは勇気がある。じゃあマメタは勇気がない、臆病な。そして爺様はこのマメタのことを爺様って呼んだらすぐ起きてくれるんですよね。どうして。そうなんですよ、しょんべんに行きたいからですよね。しょんべんされちゃったら一枚きりしかない布団を全部濡らされちゃいますもんね。そうすると困りますので、爺様は起きてくれるわけです。でも、昼間は大丈夫。そうですよ。昼間は大丈夫なんですよ。でも、夜中、今ここは真夜中なんですね。夜中に一人で行けない。そうですね。夜中に一人でトイレに行くのって、今だったら大丈夫かもしれませんが、ここどうですか？こういうところで電気ありますか？ないよね。電気ないところで、接近っていうのが外にあるんですって。外にあってさ、真夜中だったらいけないよね。じゃあマメタは臆病なんですよ。で、一人で接近に行けないから、爺様って言って、爺様に何でもかんでも
頼んじゃうんですよね。じゃあ、爺様は臆病でしょうか？いや、違うよね。爺様は何歳？64歳。64歳になった今でも青獅子を追っかけてね、あそこの山、こっちの山とか駆け回るほどすごく元気ですよ。じゃあ、豆田のお父は、お父さんのことですね、お父は今いますか？いないんですよ。豆田のお父は死んでしまったんですよ。どうして？書いてありますね。熊と組み打ちして頭をぶっ裂かれて死んだ。わかりますか？熊、こんな大きい、怖いですよね。この熊と組み打ちしたんですって。だからこの弟と爺様はすごい勇気があるんですよ。それなのにマメタは臆病なんです。さあ、ここまでは読めましたね。じゃあ次のとこ読んでみますね。2、もちもちの木っていうのはな、マメタがつけた名前だ。まあちょっとわかりませんけど、こんなふうな絵を描きました。あー、いい夜だ。星に手が届きそうだ。奥山じゃ鹿やクマメラが鼻提灯出して寝っこけてやるべ。それしーって言ってくれなきゃとっても出やしない。しないで寝ると明日の朝床の中が洪水になっちまうもんだから、爺様は必ずそうしてくれるんだ。5つになってしーなんてみっともないやな。でもマメタはそうしなくちゃダメなんだね。臆病、夜中に一人でそっちに行けない。このもちもちの木が怖いんですね。大きい、でっかい、でっかい木です。さあ、続けて読みます。3、そのもちもちの木に今夜は火が灯る晩なんだそうだ。爺様が言った下月の20日の牛蜜にゃ、これは昔の暦で11月のことで、今の12月頃のことだそうです。牛蜜っていうのは夜中の2時から2時半、つまり夜中ですよ、夜中の2時から2時半、真夜中のことね、真夜中、夜中だけじゃなくて真夜中、真夜中ですよ、真夜中。もちもちの木に火が灯る。起きてて見てみろ、そりゃあ綺麗だ。おらも子供の頃に見たことがある。死んだお前のお父も見たそうだ。山の神様のお祭りなんだ。それは一人の子供しか見ることはできねえ。それも勇気のある子供だけだ。それじゃあおらはとってもダメだ。マメタはちっちゃい声で泣きそうに言った。だって爺様もこれですもんね。マメタは初めから諦めて布団に潜り込むと、爺様のタバコ臭い胸の中に鼻を押し付けて酔いの口から寝てしまった。酔いの口っていうのはもう夕方になってすぐね、寝てしまったそうですよ。さあ、問題を出しますね。質問です。はい、これです。爺様はどうしてもちもちの木の話をしたのでしょう。マメタにね、皆さんどう思いますか？あ、そうそうそうなんですよ。やっぱりさ、爺様とお父はそう勇気があったから、マメタにも勇気を持ってほしいと思ったのかな。そう、それから、うん、夢みてえに綺麗だって言ってましたもんね。その通り。あ、この綺麗なもちもちの木をね、火が灯ったもちもちの木を見てもらいたいって爺様は思ったのかもしれませんね。でもマメタは見たいんだけど、昼間だったら見られるんだけど、これは真夜中ですもんね。もうとっても自分には無理だと思って酔いの口から諦めて寝てしまいましたね。じゃあ次読みますね。4、マメタは真夜中にひょっと目を覚ましました。頭の上で熊のうなり声が聞こえたからだ。爺様、夢中で爺様にしがみつこうとしたが、爺様はいない。ま、マメタ心配すんな。爺様はちょっと腹が痛いだけだ。枕元で熊みたいに体を丸めてうなっていたのは爺様だった。爺様、怖くてびっくらしてマメタは爺様に飛びついた。けれども爺様はコロリと畳に転げると歯を食いしばってますますすごくなるだけだ。医者様を呼ばなくちゃ。マメタは子犬みたいに体を丸めて表戸を体で吹っ飛ばして走り出した。寝巻きのまんま裸足で半道もある
麓の村まで。半道っていうのは1里の半分で、1里は約4キロですから2キロ、これを行ったんですって。外はすごい星で月も出ていた。峠の下りの坂道はここですね。峠の下りの坂道は一面の真っ白い霜、霜ってわかりますか？霜って寒い時に雪じゃないんですけど、凍る、道が凍るんですね。その時霜、そして雪みたいだった。霜が足に噛みついた。これも人間みたいに例えていますが、霜は霜のところをね、こう走っていった。そうするとですね、裸足ですからもう足に、もう痛いよ痛いよですね。足からは血が出た。まめたは泣き泣き走った。痛くて寒くて怖かったからな。でも大好きな一様の死んじまう方がもっと怖かったから、泣き泣き麓の医者様へ走った。ちょっとこれを書いてみましょうか。まめたは真夜中、冬真夜中ですよ。こうちょっと私絵が下手なんですけど、こうやってこう走った、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 走った。ああ、怖いよ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 。泣きながら走りました。わあ、怖い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 。が走っていきました。そして、ふもとはこちらになりますね。ふもと。ここまで半道、霜。霜の道、霜。足が痛い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 ですね。これも年寄り爺様の医者様は、豆だから訳を聞くと、おうおうと言って、ねんねこ番店。ねんねこ番店って分かりますかね。薬箱と豆たをおぶうと、赤ちゃんなんかは昔おぶっていたんですけど、こういうのねんねこ番店って言うんですね。真夜中の峠道を、えっちらおっちら爺様の小屋へ登ってきた。今度は反対にここで、豆たをおぶってですね、爺様と、爺様、お医者様も爺様ですから、こうやって登っていったんですよ。そうすると、ね、爺様も遅いですよね。お医者さんの爺様は、豆田をおぶって、そして、薬箱を持って上がってきますから、すごく時間がかかるわけですよ。途中で月が出てるのに雪が降り始めた。この冬初めての雪だ。豆田はそいつをねんねこの中から見た。そして医者様の腰を足でどんどん蹴飛ばした。どうして蹴飛ばすの？そうなんですよ。遅いよ、遅いよ、遅いよ。爺様が死んじゃうよ、ですね。爺様が何だか死んじまいそうな気がしたからな。まめたは小屋へ入るとき、もう一つ不思議なものを見た。もちもちの木に火がついている。けれど、医者様は、あ、本当だ。まるで火がついたようだ。だども、あれは栃の木の後ろにちょうど月が出てきて、枝の間に星が光ってるんだ。月が出てるんだって。ね、そこに雪が降ってるから明かりがついたように見えるんだべと言って小屋の中へ入ってしまった。だからまめたはその後は知らない。医者様の手伝いをしてかまどに薪をくべたり湯を沸かしたりなんだり忙しかったからな。はい、ここで聞きます。質問です。はい、で質問は、まめたはどうしてもちもちの木に火がついているのを見たのでしょう、です。どうしてでしょうか。ですよね、真夜中なのに。そうね、そうですね、きっとね、勇気が出たのかな、ですね。勇気を持って、ふもとまで医者さんも呼びに行った。そうですよね、きっとね。あ、それから、ああ、怖いのを我慢した。そうですね、この顔。すごいですけど、泣き泣き走ってますもんね。そして、足は血が出てるんですよね。そして、一人で怖いのを我慢した。一人で行った。で、どうして行ったんですか？そう。この優しい爺様が死ぬのが怖かったんですよね。あ、そうね。そういう考えもあるかもしれないね。あ、そうなんだ。神様がご褒美として火をつけてくれた。なるほど。そういう考えも面白いかもしれない。医者様はね、ただね、月が後ろになって、星があって、ね、そこを照らしてるから、それが火がついたように見えるんだよって医者様は言いましたけど、神様がご褒美として、これをつけてくれて、まめたが見たっていうことも、
考えられなくもないね。そうですね。そして血だらけになってマメタを呼びに行った。だから火がついてるのを見た。なるほどなるほどなるほど。ではじゃあ次最後読みますね。でも次の朝腹痛が治って元気になった爺様は医者様の帰った後でこう言った。お前は山の神様の祭りを見たんだ。もちもちの木には火がついたんだ。お前は一人で夜道を医者様に呼びに行けるほど勇気のある子供だったんだからな。自分で自分を弱虫だなんて思うな。人間優しささえあればやらなきゃならないことはきっとやるもんだ。それを見て他人がびっくらするわけよ。はははは。はそれでもマメタは爺様が元気になるとその晩から爺様とションベンに爺様を起こしたとさ。はい、これで話は終わりですが最後の質問します。さあマメタは勇気のある子になったのでしょうか。爺様はね、優しささえあれば何でもできるもんだよって言ったんですが、その後夜中になるとやっぱり爺様って言ったよね。さああなたはどう思いますか。そうなんですよ。でこれでね、私が教えたクラスではこういう2つのやっぱり意見が出ましたよ。少しは勇気が出た、でもやっぱり勇気がないんだよね。ちょっとだけ出たんだけどっていう子がいました。でマメタの大切な人が大変になった時は勇気が出るんだけど、また臆病になってね、そうだね。それから勇気が出たっていう子はですね、やっぱりこのもちもちの木の火がついたのを見たし、それからこの半道まで下のある道を血を出しながら迎えに行ったっていうことは、マメタは本当は勇気のある子になったんだっていうことも言っていました。それからね、マメタのことをね、このお話の中でね、ある子はね、マメタのね、孫もね、きっと臆病じゃないかなって言ってる子がいてね、それは面白い読み方だなと思って。でマメタが爺様になった時にね、その子もやっぱもちもちの木に火が灯るよってマメタが爺様になって言ってるんじゃないかなっていう話を考えた子もいましたよ。こういうふうにしてね、お話はいろいろ自分で考えていいんですよ。正解はありませんので、皆さんが考えたマメタ、そうすると、もちもちの木っていうものを読んでくれれば、読み読み教室っていうのはすごく面白いと思います。じゃあ滝平二郎さんの絵っていうのはすごくインパクトが強いので、斉藤龍介さんと滝平二郎さんの作品はまだ他にもたくさんあります。例えばそうですね、三歩とか八郎とか花咲山、そういうのがありますので、もし興味のある人は読んでみてください。では今日のもちもちの木のお話は終わりにします。今回の読み読み教室はもちもちの木でした。皆さんどうでしたか？この動画役に立ったとか、もちもちの木のお話がよくわかったっていう方は、いいねやコメントをお願いいたします。この後も楽しい国語の動画をたくさん作っていきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。